午前と午後は、政子と正午を境界にした、時刻の区分である。時刻を12時間制で表現する場合は、午前、または、午後を付加する。12時間制は1日の時刻を、真夜中の政子と真昼の正午を基準にしてに等分し、政子から正午までを、午前、正午から政子までを、午後とする。マの、子は12時達の一番が目に当たるこの時で、 午前と午後及び正午の馬は十二時達の七番目にあたる馬の時のうちで馬の正国である。十二時達で馬の国は24時間制の11時から13時までの2時間を指す。午前と午後は単に1日の前半と後半を示すだけでなく、十二時間制で0時から12時までの時刻と組み合わせて時刻を表す。中は 始点と終点の間を示すことから、午前は太陽の成中により、終点が明確で午前中とも称するが、午後はその終点が不明確なため、午後中とは言わない。英語では午前と午後をそれぞれアンテメリディアン、ポストメリディアンと言い,い、am、pm と略す AM、PM AM PM AM PM。am、pm、am、pm、am、pm、am、pm などとも書く。英語の語法では、 これらは、1時 PM や、1PM のように数字の後につけるのが正しく、PM1 時、PM1 などは誤りである。日本語と異なり、時刻と組み合わせずに単に、AM で午前、PM で午後を表す用法はない。数字との間はスペースを空けることも空けないこともある。日本では、午後一時というのはもちろん、その標準的な短縮表記である、午後時や、 午後一時といった書き方もあまり日常的に使われず、この場合、午後一時と書かれたりする一方を、コロンを用いて表す場合は、PM 一時や、PM 一時と書かれることが普通である。また、特に日の出頃から12時までを、午前、12時から日没頃までを午後ということもある。英語では、この意味での午後を、アフタヌーンと呼んで区別する。アンテメリディアム。 ポストメリディアムというラテン語とそれに基づくヨーロッパ語、それ、自体に問題があるという指摘がある。正午の後、何時間という意味で、午後1時半というのはいいとしても、午前10時半は、正午の全1時間半だから理論的に午前1時半と言うべきであるという。もっとも、サオトメはこれを推奨しているのではなく、午前、午後は、このようなヒロンリー性があるから、 それを止めて24時間制を取るべきだと論じているので、ある。この指摘は、ヨーロッパの多くの言語に当てはまるが、ポーランドの字に関する法律では、マサコ語という意味で、ピオ・プーノッツィという言葉を用いているため、この問題がない。日本において、正午を過ぎてからの時間帯を、午後と称する要例は8世紀から見られるが、定時法のもとにおける午前、 午後の概念の採用を明示したものとして、明治5年11月9日大上官布告第337号がある。これが定時法の初導入だったとは限らないが、午前、午後という号を明示している。この大上官布告は、現在も法令として有効である。この告示の過剰書きは五過剰からなるが、その第三条は次のようになっている。口語訳 時刻はこれまで昼夜長短に従って、それぞれを十二等分してきたが、今後はこれを改めて、時計の時刻を昼夜二十四等分し、この時から馬の時までを十二時に分けて午前育児と称し、馬の時からこの時までを十二時に分けて午後育児と称する。この章書には次のような時刻表が付されている。国については午前の欄の最初に、 午前0時イコール午後12時とあり、また午後の欄の最後に午後12時とあって、午前、午後の両方の欄に記載されている。つまり政子については午前0時、午後12時という二つの言い方ができる。他方、五国については午前の欄にのみ午前12時とのみ記載されており、午後0時という言い方は定義上は存在しないということになる。しかし、 現行法規では、午前12時の表現を、用いる律法令は存在せず、逆に、午後0時の表現を用いる律法令が存在している。まさこの17分後の時刻を示す時計。表示は、12時17分 AM だが、日本式の表現では、午前0時17分である。24時間制のアナログ時計。一般的なアナログ時計と異なり一日を午前と、 午後に分けず、単身は1日で一周する。雅子と正午は、午前と午後の境界を成しているため、その付近の時刻表現については、様々な混乱がある。午前、午後を使わず24時間制にすれば、これらの混乱は、完全に解決する。雅子と正午を除いて、例えば、午前2時は、雅子の2時間後、午後2時は、正午の2時間後であることから、 政子と、正午も、同様に、正午は午前12時、政子は午後12時であると考えると連続性がある。このような考え方を弁宜上日本式とする。日本式では、12時0時である。大上官布告第337号の表はこの、方式をとっており、国立天文台広報普及室や、独立行政法人情報通信研究機構周波。 数標準化も同様のアナウンスをしている。しかし、日本式の考えをまさこ、または、正午の1時間以内の時刻に押し進めると、問題が起こる。例えば、午前12時20分という表現を、正午の20分後の意味で用いると、正午を過ぎても午前を用いていることになり、元義に照らすと明らかに誤りである。国立天文台広報普及室は、 このような場合は午後0時20分という方がいいとしており、情報通信研究機構周波数標準化も午前、午後とも12時に終わるとしている。しかし、現実の言語慣習としては、午前12時20分、または12時20分という言い方は頻繁に使われている。アナログ時計の盤面には12の文字があるので、時計を見ながら、 12時20分というのが自然だからである。このような問題が起きるのは午前、午後と12時間制の時刻を一体として考えるからでもある。両者を分離して考えればわかりやすい。12時間制はアナログ時計にあるように12時間で時刻が循環し、従って12時イコール0時である。一方、午前、午後は正午の前、後であるから、 両者を組み合わせれば、正午と、ま子以外は時刻表現が、一義的に確定する。事実、英米では前期のような解釈をし、正午の前なら、必ず、AM、正午の後なら、必ず、PM と表現するので、日本式のような問題はない。つまり、12時20分 AM は、ま子の20分後、12時20分 PM は、正午の20分後である。 しかし、以上の考え方でも、政子と正午の時刻表現については依然として、曖昧さが残る。英語では、正午を12時 PM と、政子を12時 AM と、表現するのが普通である。この場合、それぞれ、12時 PM イコール0時 PM、12時 AM イコール0時 AM である。このような考え方を便宜上英米式とする。 英米式の表現は12時台と12時台以外の間に連続性がない。12時間制を24時間制に換算する場合、日本式では午後なら12時間を加えるとなるが、英米式なら12時台は12時間を減らして例、時代とするという処理が午後なら12時間を加えるの前に必要となる。12時間制のデジタル時計の表示は日本メーカーも含めて、 国際的に英米式が主流である。ただし、時計メーカーの業界団体である、社団法人日本時計協会は、社団法人日本時計学会と共同で、12時間制のデジタル時計では12時は、不適当であり0時を使うのが妥当であると発表したが、以前として、12ミリメートルなどと表示する。つまり、午後12ミリメートルの午後を省略しやすく表示できる。 デジタル時計も多く見られる。マサコと正午の時刻表現については、英米でも完全に統一されているわけではない。EN、US Government p r i n t プリンティングオフィススタイルマニュアルでは、その2000年版では、日本と同じ方式を採用していたが、2008年版、および2016年版では、英米式となっている。アメリカ国立標準技術研究所は、 政子と正午についてはそもそも午前、午後を使わず、ミッドナイト、ヌーンもしくは12時ミッドナイト、12時ヌーンとすべきと、している。英語圏では他に12時メートル N、12時メートル、12時メートル、12時 N などの記法もある。24時間表記での12時ちょうどが正午であり、それより、前の0時から12時までが午前である。同様に、それより、 あとの13時から24時までが午後である。大乗官たちによれば、12時間表記の場合、字の数え方は、午前が0時から12時まで、午後は1時から11時までとなる。しかし、正午を超えれば、午後となるので、例えば、24時間表記での12時20分は12時間表記の場合に午後12時20分となり、混乱が生じている。 デジタル時計の発達により日本国内では午後0時20分という表記も見られるが航空券の予約システムやマイクロソフトエクセルなどの表計算ソフトなどで12時間表記を使う場合は午後12時20分と表示される正午も午前12時があえて午後12時と表示されるこれは1日を2分した場合0時から12時までが午前で 12時から13時までが正午で、13時から24時までが午後という考え方である。午後は午後とも書くが、この、こうは、後と同じ意味の漢字である。時刻の定義方法で、定時法は1日を当分して区切るもの、不定時法は日の出から日没までを当分に、日没から翌日の日の出までを当分に区切るもの。 不定時法では1日を当分するわけではなく、季節によっても感覚が異なる。出典と原点で一部自体などが異なる、可能性がある。平凡社世界大百科事典、第2版、時刻の項によると、平安時代の演技式にある記述から定時法が採用されていた、ことがわかり、飛鳥時代に不定時法ながら十二支で時刻を示した、要例がある。 この大乗官復刻は、単院太陽歴から太陽歴への改歴を定めた、もので、うち、うるビの置き方は、明治31年直令第9十号により、補正された。西暦、グレゴリオ歴の語はないが、実質的に、グレゴリオ歴の採用となった。原表は縦書き。例えば、The American Heritage, Dictionary of the English Language 1 p m の1時間前。 一時 AM の一時間前、ありがとうございます。